9番谷口春3年生。ディフェンスチームノーズガード77番上田陸斗2年生。ディフェンスタックル79番竹野新平3年生。ディフェンスエンド97番田中新生1年生。ディフェンスエンド85番加藤育文2年生。ラインバッター6番油谷雄二2年生。ラインバッター25番宮田大志3年生。ラインバッター5番南田博樹3年生。アメリカンフットボール、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒して、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動きあるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理事です。令和6年11月3日、場所は滋賀県彦根にあります平和堂ハトスタジアムにて、2024全国高校アメリカンフットボール選手権秋季大会の秋季選手権の関西大会となります。その1回戦の1試合目、大手門学院高校ランバージャックス対総統高校ファイティングダックスの試合が間もなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まずはメインスタンド側、ホームスタンド側に本日は陣取りまして、ホームユニフォームであるエンジのユニフォームをまとっておりますのが大手門外学院高等学校ランバージャックスです。大阪府大会を3位で通過しまして、堂々の格好での、関西大会出場を果たしております。近年躍進著しく、既存の強豪校に肉薄戦という素晴らしい戦いを演じておりまして、今季こそは優勝を遂げんかという意気込みあふれる形で現在ウォームアップに入っております。大手門学院高等学校ランバージャックスの現在その試合前の準備の模様を今映させていただいております。さあ、これに対する格好でアウェー側に本日陣取り、その試合に備えましてミーティングを重ねておりますのが広島代表であります総督学院、総督高等学校ファイティングダックスです。オフェンスラインラインバッカー、関西の中でも、最も西にあります広島に拠点を持ちます、広島県唯一現在活動しておりますアメリカンフットボールチームでもあります。非常に人員厳しい状況が続いておりまして、今シーズンも、なんとか人数集めましてこの、全国大会出場にこぎつけた形になっておりますが、しかし社会人チーム、そして、地元にあります大学チームと、研鑽を積みまして、この一戦に備えた格好でこの試合に挑もうとしております。橋本哲太3年生、現在その試合前の、体調調整確認するためのウォームアップ重ねております両チーム、現在その余念なくその試合に備える格好になっております。試合開始まで今しばらくお待ちください。さあ、この試合に先立ちまして、両チームの代表の方に、この試合に関する意気込み、そしてチームのご紹介兼ねました、VTR を撮らせていただきました。そのインタビューの模様を、ご覧いただければと思います。自己紹介お願いいたします。大手門学院高校ランバージャックスワイドレシーバー DB キャプテン藤田笑です。大手門学院高校ランバージャックス、どういったチームですか？はい、一人一人が個性豊かでとても元気なチームです。今日の試合についての抱負をお願いいたします。はい、チーム一丸となって全力で頑張ります。
期待します。頑張ってください。ありがとうございます。自己紹介をお願いいたします。はい、広島県、総督高校アメリカンフットボール部で監督をしてます小谷健一です。よろしくお願いします。総督高校ファイティングダックス、どういったチームですか？はい、広島県で高校で、まあ、1チームしかないんですけども、非常に今人数が少なく、苦戦しておりまして、本来まあ男子校だったんですけど3年前から共学になり男性ともまあ、激減してですね、なかなかチーム運営をギリギリの状態でみんな力を合わせているような状況です。今日の試合についての抱負をお願いいたします。はい、本日は12名で全国大会参加させてもらってますので1年生、2年生が部員ゼロなもので1年生4名がフル活動をフル出場しますので、とにかく1年生は怪我のないように最後まで戦ってほしい。3年生は卒業まで最後の試合になるのでしっかりと最後まで悔いの残さないような試合にしてほしいと思います。期待します。頑張ってください。ありがとうございます。両チームの代表の方々に、インタビューさせていただきました。どうもご協力ありがとうございました。試合面に備えましての意気込みあふれるメッセージもありがとうございます。さあ、それぞれに厳しい状況を切り抜けまして、この関西大会本戦出場を果たしております。片や昨年までの、状況を打開戦とするチーム、そして片や現状をさらに、強化戦と、この一戦に挑まんとするその両雄の一戦、まもなく行われる形になります。その会場となります平和堂ハトスタジアム、本日は昨日までの悪天候が嘘のように素晴らしい天候に恵まれました。風も現在微風の状態であり、双方とも非常に試合がしやすい環境になっている感は見受けられます。しかしスタンドとフィールドでは若干その状況も異なってはいます。これらの状況、試合の中でどのように影響するかといった点も注目という形になります。さあ、審判団がフィールドに進み出てまいりまして、これより試合開始の時を告げようとしております。両チームサイドラインに整列しまして、その声を待ちます。
大手門学院高校ランバージャックス対総督高校ファイティングバックス。さあフィールドに両チーム進みまして、これより試合開始となります。令和6年11月3日、場所は滋賀県彦根にあります平和堂ハトスタジアムにて、2024、全国高校アメリカンフットボール秋季選手権、その関西大会1回戦、大手門学院高等学校ランバジャックス対総督高等学校ファイティングダックスの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフとなっております。両チームこれより首脳陣によりますコイントスが行われます。コイントスに参加していますのはメインスタンド側エンジドユニフォーム大手門学院高校キャプテン11番藤田エオ君、バックスタンド側白のユニフォーム総督高校キャプテン21番内藤トライ君です。総督高校レシーブ、総督高校レシーブ、失礼しました、大手門学院高等学校キックオフで試合が始まります。この試合は1クォーター8分の正式で行われる形になります。これより試合開始となります。この試合は大手門学院高等学校のキックオフで試合が始まる形になります。キックオフします。キックオフキッカーは大手門学院高等学校22番の陣田です。2回生のプレイヤーがこのキックオフを務めます。対しまして総督高校リターナーに18番と21番を配置しました。18番は伊達、21番は内藤です。さあオンサイドを蹴った、まず最初にオンサイドキックを敢行いたしました。オンサイドキックは、自分たちが攻撃を得るためにあえて短いキックを蹴り、そのボールを確保せんとするギャンブルキックです。これを大手門学院がやりました。しかしこれは総督確保しまして総督の攻撃となります。これより総督高校は自陣37ヤードからの攻撃位置を得ます。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。まず最初の攻撃は総督が取りました。4回の攻撃で10ヤード前進を図ります。総督高校ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央行きました。中央へのプレー、総督高校前半最初の攻撃はまずはクォーターバックに入りました。21番ハンドオフをフェイクにしまして自ら中央に切り込みました。一周点突入を図りましたが、しかしこれは大手門学院のディフェンス陣が踏ん張りましてノーゲイン、前進距離なくセカンドダウンに変わります。さあ攻撃権はしかし更新のためには10ヤードの獲得が必要です。その2回目の挑戦に入ります。総督高校セカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。さあ今度はハンドオフしてのランプレー、今度はランニングバックに入りました、選手にボールを託しまして左奥に展開を図りました。そこからランニングバックは縦に切り上がりまして、このランプレー約
6ヤードのゲインに変えております。7ヤードほどのゲイン、総督高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。さあサードダウン残り3ヤードの状況、突破なるでしょうか総督高校。ボールオンは自陣44ヤード。これは大手も踏ん張りました。ここでクォーターバックキープによって中央突破し攻撃権更新を図りましたが、ディフェンス陣集まりよくこのランプレーを1ヤードロスに変えました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。さあこれにより最後の攻撃権になる総督、ここでフォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取っています。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしこのパントは攻撃権放棄を意味します。このパントは外へ蹴り出す形にしまして、大手門学院高校自陣25ヤード付近で外へで、この位置で攻守交代となります。攻撃権が変わりましてテイクオーバー、大手門学院高等学校に攻撃権が移ります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権を駆使し10ヤードをトータル稼ぎまして再び攻撃権を得るか、あるいはその過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあ最初の攻撃、総督の攻撃をしのぎました大手門学院高等学校、自陣25ヤードからの攻撃、大手門学院高等学校ファーストアウト。ファースト、まずランニングプレーを展開しました。ランニングバック1番にトスしまして左オープンへ展開、1番総督のディフェンスをすり抜けるように大きく前進しまして攻撃権更新です。大手門学院高等学校ファースト、見事最初の攻撃を決めましたのは大手門学院1番の奥村です。3回生がまず最初のワンプレー目を決めました。大手門学院自陣46ヤードからのファーストダウン点、再び1回の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。インターセプト、ターンオーバー、インターセプト、攻守交代です。ここで大手門学院攻撃が開始、開始点より後方より一度だけでできる前パスを敢行しました。しかしこのパス、総督7番がインターセプト、パスをダッシュすることにより攻撃権を奪還する形になりました。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、これにより攻撃権が変わりまして総督取り返し、総督相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストアンテン、まずクォーターバックが自ら行きました。スナップ受けて左オフタックル付近突破を図りましたが、しかしこれは大手門踏ん張りましてノーゲインに変えております。早速チャット内のメッセージありがとうございます。元締め様、道楽屋様、いつもありがとうございますのメッセージ、非常に嬉しく思います。感謝申し上げます。できる限り彼らの奮闘ぶりを伝えたいと本日はここで撮らせていただいております。総督高校セカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあチャンス生かせるでしょうか総督高校。しかしここは大手門も踏ん張ります。今度はランニングバックに託しまして中央突破を敢行しましたが、ここに大手門ディフェンス陣殺到、85番77番がのしかかるようにこれを封じ込めましてサーダウンに変えます。大手門学院77番は上田2回生、85番は加藤、こちらも2回生です。外高校サーダンテ、外高校サードダウン、さあここでオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー、ここはランニングバックにピッチし右オープン展開を図らせました。受け取りました19番、その走路を確保せんと右オープン展開しましたが、しかしこれは大手門学院見事に封じ込めましてフォースダウンに変えます。ここも大
ました。フォースダウンの攻撃に。大手門学院、失礼しました。総督高校、フォースダウン、パントフォーメーションを取ります。ここでホイッスル。チームタイムアウト。総督高校、前半1回目です。ここで総督高校が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。まずは総督高校、ここで作戦タイムのタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトで果たしてどのような策を講じたでしょうか。両チーム陣構えしまして、これより試合再開となります。総督高校フォースダウン内、さあパントフォーメーションを取る模様です。タイムアウト終了、総督高校フォースダウン。このパントもリターンできない、サイドラインには蹴りまして、大手門学院高校を自陣18ヤード間の攻撃に変えます。攻守変わりまして、テイクオーバー大手門学院高校に攻撃権変わります。大手門学院高校に攻撃権を移ります。さあ序盤戦双方ともに、現在堅守見せまして、無得点の状況で推移しております。大手門学院2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオン自陣18ヤードからのファーストダウン10。大手門学院高校、自陣18ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10。さあ、まだいっている。前が空いた。追いつくか。振り切った。タッチダウン。ここで大手門、まずランプレーを展開しようと、ランニングバック1番にハンドオフしました。1番、そこから中央切れ込んで、そこから右にカットバック、はい、一気に走路を開けまして、そのまま一気に落走、そのままエンドゾーンを書き込んでタッチダウン。大手門学院高校、第1クォーター6点。大手門学院高校、まずこの1番奥村の素晴らしいランによりまして、先制となるタッチダウンが6点を獲得しております。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。このキックしかし外れまして不成功、6点止まりという形になりました。しかし大手門学院高等学校ランバージャックス6点タッチダウンを上げまして先制点獲得という形になっております。6点先制です。非常に素晴らしいランを披露しました奥村。下馬評通り素晴らしい快速を披露しまして、まず試合の主導権を取らんとする先制の立ち上げるに至っております。さあその得点上げました大手門学院高校のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっています。とはいえ大手門学院最初に奇襲ともいうべきオンサイドキックを敢行しました。このキックオフのシーンも注目ください。さあこれも自ら攻撃をエントする格好でしょうか、あえて最前列にいる選手に蹴り込みました。これによってそのリバウンド確保戦というオンサイドに近い格好を狙いましたが、しかしこれは総督確保しまして総督高校の攻撃となります。
大手門学院のキックオフ、どうやらさまざまな格好で奇襲を展開しようという策が感じられるところではありますが、現在はそれは実っていません。総督が攻撃を終えています。さあ結果的に総督自陣44ヤードからの攻撃になります。総督高校ファーストアンテ、パス不成功。まずクォーターバック21番パスプレーによって前進を図りました。右から中央切れ込みました。7番にパスを投じました。しかしこのパスはわずかにオーバーソー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。前パス失敗ですとボールは元の位置に押され次の攻撃という形に変わります。従いまして総統高校はセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。チャットのメッセージありがとうございます。もぐい様ありがとうございます。言葉ありがとう、非常にこちらこそ感謝申し上げます。きつねうどんさん、追い子はキックの精度が課題、克服できないのかなというふうに言っていますが、これが先ほどのオンサイドにつながっているのでしょうか。さあ今度のパスプレー、今度は右に展開していくランニングバック19番にパスを投じましたが、19番このパスが死角に入りましてパス不成功になっております。結果的に前パス失敗となりましてダウン変わりサーブダウンに変わります。総督高校の攻撃は3回目サードダウン、新たな攻撃権獲得のファーストダウン獲得までは。さあ総督としてはなんとか今の陣地有利な位置に攻撃の突破口を見出したいところですが、サードダウン点果たしてどのような策でそれを見出せるでしょうか。ここでクォーターバックドローパスに見せかけ QB 自らがそのパスをフェイクにしたランプレーで突破を図りました。クォーターバック21番果敢に中央を切り込みましたが、しかし4ヤードのゲイン、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかしタフなミットを受けながら前進しましたのはクォーターバック21番の内藤でした。3回戦非常に巨漢です。183センチ90キロの体育を生かした素晴らしいプレーを披露しました。このパントはスナップ見られたが大きな陣地挽回にはなりませんでした。ハーフウェイ付近で外へ出まして、この位置で攻守交代という形になります。結果的に大手門学院はかなり有利な位置から攻撃を行う形が可能となりました。このパントの芯の成否非常に大きな要素になりますので、この点もご注目ください。高校のパントが最大の終わった時点で攻守交代、大手門学院高校50ヤードからの攻撃開始。ファーストダウン、さあ大手門学院ハーフウェイからファーストダウンテ、さあ再びランが出る、前が空いてる、またも行くか、タッチャー、ここでも一番奥村でした。今度はハンドオフから左のオープン展開、ブロックを生かしてそのまま一気にその壁を突き抜けて右にカットバック切り独走状態、そのまま一気にエンドゾーン駆け下ろしたタッチャー。第1クォーター6点追加、これよりトライフォーポイント、さあこれより6点追加しましてトライフォーポイントに入ります。今度はキック決まりまして1点追加、大手門学院高等学校13年総督高校0点とスコア広がる形になっております。実に鮮やかなランでした。早速左奥に駆け上がり、そして相手のディフェンスを見まして右カットワーク、これが見事に決まりまして一気に独走になりまして奥村2つ目のタッチダウンを獲得するに至っております。アメリカンフットボールの得点パターン大きく分けると2通りとなります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはこの後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでそのワンプレーでキック決めると1点、
エンドゾーンに持ち込むと2点さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。この場合は2点の失点となります。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算により引き分けが起こりにくい決着方式になっています。さあその得点を挙げました大手門学院のキックオフで試合再開となります。今度はスタンダードのキックオフ。これはしかし総督今日使いましたかそのキックオフを確保するにとどまりました。しかし自陣25ヤードからの攻撃位置を総督確保します。大手門学院ここはノーマルがキックオフしました。これが総督にとってはかえって今日疲れた格好になった模様です。しかし総督ここの25ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストダウン10。総督高校自陣25ヤードからファーストダウン10。インターセプト、タッチダウン。今度は大手門学院がインターセプトしました。総督パスプレーにより状況打開破壊というところ、しかしこれを大手門学院25番がインターセプトしまして、そのままエンドゾーン持ち込めタッチダウン。エンドゾーンへのボールを持ち込みタッチダウン。大手門学院高校6点追加。これより大手門6点追加となっています。そしてトライ4ポイント。このキックも決まりまして1点追加し、大手門学院高等学校20点、総督学院高等学校0点とスコア広がっております。さあ総督としては今度はパスによって状況打開を図らんというところのワンプレー、しかしそのレシーバーに届くはずのパス、これを、大手門学院25番の宮田がインターセプトし、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。さらにリードを広げる形に成功しております。宮田は3回戦素晴らしいプレーを披露しました。さあ徐々にそのリードを広げる大手門学院のキックオフで試合再開となります。総督としてはなんとかここで攻撃で打開点を図りたいところではあります。さあこのキックオフシーン注目しましょう。これもキックオフを確保する形でとどめました。総督自陣20ヤードからの攻撃と変わります。さあ自陣20ヤードから総督学院反撃、総督学院、失礼しました、総督反撃になるでしょうか。総督高校ファーストダウン10。総督高校自陣20ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレー、ランニングバック19番にハンドとしまして中央突破を図らんというところ、しかしこれは大手門学院5番がそのランに対応しまして封じ込んでおります。5番は南波3回生です。さらに97番の田中が作動しておりました。1回生がここでも活躍しています。外高校セカンドダウン10。さあ今度は QB ドローを展開しました。クォーターバック21番その体をねじ込むように中央なだれ込み約4ヤード確保するに至っております。まずは若干ですが前進し状況打開を図ります。タフなランを展開するのは21番のクォーターバック内藤です。
クォータータイム。第1クォーターは終了です。ここで第1クォーターが終了です。第1クォーター終わりまして、大手門学院高等学校ランバージャックス20点、総督学院総督高校高等学校ファイティングダックスが0点という形でスコア進んでおります。攻守方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤戦となる第1クォーターは大手門、序盤戦双方ともディフェンス奮闘する中、大手門学院ランニング枠奥村の快走をきっかけに3つの立ち合いを挙げまして、試合の主導権を握りつつあります。さあ、これに対して総督高校はどのような形で状況打開を図っていくでしょうか。まもなく双方の向きを変えまして、これより第2クォーターに移ります。これより攻守陣地を入れ替えて試合は第2クォーターに入ります。第2クォーターは第1クォーターの続きでプレーが行われますので、攻撃権はそのまま白のユニフォーム総督高校。自陣24ヤードから3ダウンの攻撃で第2クォーターが開始されます。これより第2クォーターに入ります。総督高校自陣24ヤードからサードダウン6。総督高校サードダウン。さあ、この攻撃スナップ見られましたが、クォーターバックそれをすくい上げ、なんとか前進図らんと中央突破を敢行しました。タックル受けましてゲインはしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。総督高校フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。総督高校フォースダウン。このパントの 外に蹴り出す形にしまして、ハーフウェイ付近で失礼しました。自陣脱することには至らず、総督陣41ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、大手門学院高等学校に攻撃権移ります。大手門学院相手陣41ヤードからのファーストダウン10。41ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10。さあ、ここでランプレーを中央に展開しようとしました。好調なランによって状況打開図るというところ、しかしこれは総督21番タックルしまして4ヤードのゲインでとどめております。大手門学院高校ランニングバック12番奥野レオンのランプレー。キャリアはやはりここで、ランニング枠の奥村、奥野が、ボールを託されましたが、それを仕留めたのは、総督高校21番の内藤でした。大手門学院高校セカンドダウン6。パスとった、タッチダウン。失礼しました、タッチダウンには至っておりませんでした。
そのパスをキャッチしましたが、しかし取った際にサイドライン割りまして、ここでプレーは終了する形になっております。しかし見事にパスキャッチしまして大きく前進し、攻撃権、攻撃権を前進獲得する形になりました。大手門学院高等学校ファースナー、見事キャッチしたのは11番の藤田でした。3回戦攻撃開始、ファーストダウン、ゴール2ゴー。さあ大手門ファーストダウン2ゴー、エンドゾーンまで9ヤード。これを決めた、タッチダウン。ここで大手門学院高校12番ハンドオフから右オープンに展開、味方ブロッカー一転、そしてそのまま流れるようにエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。大手門学院高等学校をさらにタッチダウン重ねまして6点獲得となっております。そしてキックも決まりまして1点追加となり、大手門学院高等学校27点、総局高校0点とスコア変わっております。今度はキャリアを12番に変えまして右オープンに展開を図り、そしてこれが見事決まりまして一気にエンドゾーンを駆け込み、さらに得点に至っております。鮮やかなランを披露しましたのは大手門学院高等学校12番の奥野でした。2回生です。さあ着々と得点重ねる大手門学院のキックオフで試合再開となります。さあ今度はリターンいった、リターンは19番、果敢に右オープン展開を図りまして自陣30ヤード付近を確保し、この時間の攻撃となります。果敢なリターンしましたのは総督高校18番の伊達でした。22番陣田優斗のキックオフしたボールを総督高校リターン失礼しました。19番の選手、番号と19番のですが、メンバー表の方、面刊の方には、名前がありませんので、後ほど確認できましたらご紹介させていただきます。29ヤードからの攻撃開始。総督高校自陣29ヤードからのファーストダウン点。ここでランプレーを投じました総督。しかしここで大手門学院40番が素晴らしいチャージかけまして約2ヤードロスに変えております。エイトのタックルが早く2ヤード近くロスをしています。タックルしましたのは40番の青木。3回生です。セカンドダウン12、ファーストダウン獲得までは10ヤードです。総督高校セカンドダウン12、これも大手門に飛びます。今度はトスしまして左オープン展開を図らんとしましたが、大手門学院69番と97番見事にこれをカバーしまして、このラン阻止しサードダウンに変わります。69番は内木場です。2回生ファーストダウン獲得まで残り12ヤード。外ここサダンテル、パス不成功。この距離をパスによって突破図らんというところをターゲット、16番にパスを投じましたが、しかしコミュニケーション合わずパス不成功、フォースダウンに変わります。ボールは元の位置に戻されます。外方向の攻撃は次のダウン、フォースダウンに変わります。外高校フォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。
さあリターンいきます。さあ抜けている、ブロック入った、そのまま入った、タッチダウン。ここでこのパントをパントリターンの1番一気にリターン、左オープンをつきまして、そこからブロック回転し独走、そのまま一気にエンドゾーンを駆け抜けましてタッチダウン。大手門学院パントリターンタッチダウンにより6点をさらに加点する形になっております。そしてトライ4ポイント。このトライ4ポイント、キック決まりまして1点追加、大手門学院高等学校34点、総督高校0点とスコア広がっております。実に鮮やかなリターンでした。味方のブロッカーも実に鮮やかな形で決まりまして、一気にエンドゾーンに駆け込ましてタッチダウンとなっております。ここで現在審判団によりますウォーターブレイクが入っております。アメリカンフットボールは双方、その日の天候及び試合の展開状況によりまして、クォーターの半分でレフリータイムアウトが入ることがございます。本日は天候いくらか涼やかではありますが、第2クォーター途中ということで、ここで本来ならば、試合の冒頭で入るところのウォーターブレイク、ここで入りました。どうやらキツネうどん様が、気運の形、心配の念を書かれておられました。キッキングの部分も大手門学院現在はそつなくこなしている感を見受けられます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。大手門学院のキックオフで試合再開となります。大手門リターンを敢行しようとしましたが、しかし、失礼しました、総督リターンしようとしましたが、大手門学院のディフェンス殺到しまして、結果的に総督陣30ヤード付近で抑えられ、このしかしこの位から総督の攻撃となります。徐々に勢い増してまいりました大手門学院ですが、ここで、ホイッスルが吹かれております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。先ほどキックオフしたボールをリターンしましたのは総督高校87番竹原和真でした。ライブ配信でご覧いただいている方に、あらかじめお断りをさせていただきます。こちらの平和堂ハトスタジアム、どうやら電波状況が幾分か芳しくないようですので、若干の駒落ちが発生するかもしれません。できる限りこちらの方も配慮をしていきますが、何卒ご了承をよろしくお願いいたします。レフェリータイムアウトとけまして試合再開となります。総統高校自陣30フィアドからのファーストダウン10。さあクォーターバックまず自ら行きました。
自らの足で突破を図らんと果敢にタックル受けながらも前進を図ります。約3ヤード獲得に至っております。非常にタフなプレーを、しかし自らの足で展開しておりますクォーターバック21番の内藤です。外高校セカンダウン7、ボールオンは自陣33ヤード。パス不成功。今度は奥に走り込む87番にパスを通しました。ディフェンスの競り合いでしたが、しかしこれを振り切ることができず、このパスは不成功となっております。ダウン代わりサーダウンに変わります。総督高校3回目の攻撃サードダウン、ファーストダウン獲得までは残り8ヤードです。総督高校サーダウン、サーダウン7。ここで QB ドローンにより上空を測ったトータル21番タックル受けながら体をねじ込み攻撃権更新を図りましたが、しかしわずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ファーストダウン獲得までは残り1ヤード。しかし粘りあるランによって状況打開を図ります総督高校クォーターバック21番の内藤です。総督高校フォースダウン、総督高校フォースダウン2、パックフォーメーションを取ります。ここでホイッスル。ラスト2ミニッツのタイムアウトです。ラスト2ミニッツタイムアウト、ここで2ミニッツウォーニングに入ります。ここで今季より国内で準拠しておりますアメリカのカレッジルール NCAA ルールに、従来はプロでしか採用ありませんでした前半後半の終了残り2分を切った段階でのタイムアウト、レフリータイムアウトが採用となりました。アメリカンフットボールは得点を競い合う点取り合戦でありますが、しかし同時に時間をいかに生かすかをかけた頭脳戦でもあります。この残り2分間にかける時間を使った巧みな攻防をぜひご注目ください。さあ2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。外高校フォースダウン残り2ヤード、ここでトリッキーなフォーメーションを取ったロンリーセンターを引いてきた。左にマンパワーを集めて真ん中を1枚にするロンリーセンター、フォースダウンギャンブル。そこで中央ダウン、しかしこれはオトン取れた。選手固めその裏を突き、その中央薄くなったその真ん中を突破線という奇襲を展開しようとしましたが、大手門ディフェンス押し返しましてこのランを阻止し4回目の攻撃失敗。攻撃権変わりましてテイクオーバー、攻守交代で大手門学院に攻撃権変わります。ここで総督仕掛けましたが、しかしこれは大手門阻止しました。大手門相手陣39ヤードからの攻撃、ファーストダウンテイク。パス不成功。クォーターバック3番、左に展開していたワイドレシーバー88番にパスを投じましたが、わずかにパスがショートしパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。なおマイパスは失敗しますとその時点で時計は一旦止まります。次の時計スタートはボールが動くプレーの開始時点という形になります。オートマン学院高校セカンドダウンテン、
パス不成功。今度は左奥走り込んだ15番のパスでしたが、今度はオーバースローです。パス不成功でサードに変わります。さあ、大手門としてはできる限り時間を使わずに得点を狙うとパス攻撃に転じておりますが、サードダウンに変わっております。サードダウン、ファーストダウン獲得までは10ヤード。大手門学院サードダウンって、ここでランプレーを投じました。ラインアップからトスを切らして左オープンの展開、ディフェンスを振り切り、さらにタックルを弾き飛ばし前進しまして、こう1点更新になっております。大手門学院ファースター、約28ヤードゲージ、ファースターの更新です。見事こう1点更新しましたのは大手門学院7番の久保でした。3回戦です。さあ、大手門学院相手陣10ヤードからのファースターの2ゴール、残り4回でエンドゾーンを目指します。パス不成功。ここで右奥走り込んだワイドレシーバー99番にパスを投じましたが、しかしそのパスわずかに届かず不成功。セカンドダウンに変わります。大手門学院セカンドダウン2ゴール、残り10ヤード。大手門学院高校セカンドダウンゴール2ゴール。ここでクォーターバック、パスによって状況を打開、図ろうと下がりました。そこにしかし総督ディフェンス陣殺到しまして、キュービーサークパスを投じる前にそれサードに変えます。ここで大手門学院高校前半1回目のタイムアウトの要求です。ここで大手門学院が前半1回目のタイムアウトを行しました。ここで総督もディフェンス陣が意地を見せました。ここでのタッチアンゴ、なんとか阻止点とディフェンス殺到し、後列見ましたラインバッカーがブリッジしまして、見事 QB サック仕留めております。大手門学院高校相手陣20ヤードからサードダウン2ゴール。さあ、この3回目の攻撃でこの20ヤードの突破が迫られます。総督これを防げるでしょうか。大手門それを突破するでしょうか。大手門学院高校サードダウン、これも総督止めます。ここでランプレーを何枠にボールを託しまして、何によってトップを図らんというところ、しかしこれも総督見事に立ちはだかりまして、阻止しフォースダウンに変えます。ディフェンスライン21番内藤ドローンが、見事タックルしたのはクォーターバックでも活躍している21番の内藤でした。さあ、フォースダウン2ゴールの状況、ここでホイッスルになります。チームタイムアウト、大手門学院高校前半2回目です。大手門ここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。試合時間残り前半5秒となっております。前半2回目のタイムアウトの要求です。これに試合残り時間は残り5秒で止まっています。大手門残り時間ギリギリの状況まで時計を進めましてタイムアウトを行使しました。このワンプレーで前半を終えるためのその時間調整を図った模様です。
さあタイムを解けまして試合再開です。大手門学院高等学校フォースアンドゴール、残り21ヤードの状況、フォーメーション変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点もなります。キックレックス、38ヤードの距離です。さあこのキックどうか、このキック不成功、わずかにそれましてこのフィールドゴール失敗となりました。フィールドゴールは不成功。前半終了、ハーフタイムです。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半終了です。前半戦を終えまして大手門学院高等学校ランバジャックス34点、総督高等学校ファイティングダックス0点、大手門学院が5つのタッチダウンを挙げまして試合を有利な形にしまして前半戦終了となっております。大手門学院高校34点、総督高校5得点。序盤戦はともにディフェンス堅守目立つという形でありましたが、しかし徐々に大手門学院が素晴らしい乱攻撃をやりまして得点重ね、現在30点以上のリードを取るに至っております。しかし総督もディフェンス、そしてオフェンス奮闘を始めまして後半非常に面白い状況になりましての前半戦終了となりました。これより双方とも作戦タイムに入ります。このハーフタイムの間に双方前半戦の反省及び打開点を見出していく形になるでしょう。後半戦の突破口を見出せるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このハーフタイムの間を配信も一旦、休憩の幕開とさせていただきます。後半戦再開近くなりましたら再び音声を入れさせていただきます。それまでの間 X2、X3 によって作成されましたアメリカンフットボールおよび X3 リーグのご紹介の動画がありますので、こちらの方をご鑑賞いただけましたらと思います。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。 X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。 X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋博一は大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島かな子は子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を、さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。楕円形のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード、横53ヤード。得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点。タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12 分の試合時間、試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、X3 リーグにご注目ください。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。 X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、
ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。 X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋弘和は、大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島加奈子は、子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を、さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。さあ審判団フィードに間もなく戻りつつあります。これより後半戦再開の時を告げるという形に、現在試合の進展は進んでおります。早速チャット内のメッセージありがとうございます。シェオジン、ジロドー様、いつも配信ありがとうございますのメッセージ、非常に嬉しく思います。親父さん、さんですね、配信ありがとうございます。彦根まで遠かったので助かります。確かに会場としてはなかなか足にく通う場所ではなかなか思いがなくかもしれませんが、しかし思ったよりは、交通の便が整っているという感はありますので、もし機会がましたらまたお越しください。マイボイスの今日実況されている、石井さんもですね、お疲れ様です。ありがとうございます。石井さんも、これまで、お出向きいただいて非常に嬉しく思います。非常に彩り鮮やかな、本日の会場となっております。そして月雨パーに、いつもありがとうございますのメッセージありがとうございます。むしろこちらの方がこのような機会いただけて感謝申し上げます。ただ彦根、実際に配信を、おそらくパーにもやると思いますけれども、あらかじめ準備等がいるような環境がだんだん分かってまいりましたので、後ほど機会ありましたらそちらの方を打ち合わせいたしましょう。本日はなんとか間に合った格好になっております。さあそうこうしているうちに両チームともサイドラインに並びまして、これより後半戦再開の時を待ち構えております。前半戦を終えまして、大手門学院が5つの立ち上げを上げ34点のリードを確保する形に至っておりますが、さあ総督、この状況を打開できる策をこのハーフタイムで見出すことができたでしょうか。後半戦再開の時近づいております。非常に、嬉しく思いますが、ここで、マウンボイズ様、石井様からメッセージありましたね。ナンバー変更があったということですね。19番つけているのが18番登録になっている伊達選手ということで、この試合19番では伊達選手としてご紹介させていただきます。須貝様メッセージありがとうございます。須貝様、こちらの方は X リーグの、スーパーや、エリアといったところを実況していただいている須貝明さんです。メッセージありがとうございます。非常に嬉しく思います。この今週末の土曜日、確かライブリッジボールとして称されております全日本の甲子園ボールトーナメント1回戦、北陸対、中四国学生の試合の配信、こちらの方の実況をお願いしまして、こちらの方を心よくお受けいただけましたことを大変感謝申し上げます。今シーズンはこの、北陸対中四国も非常に面白い一戦になると私個人的に思っております。ぜひ、白熱のある実況を お願いしたいと思います。さあ試合再開となります。総督高校のキックオフで試合再開です。総督高校キックオフしますのは21番、本日攻守ともに活躍している内藤が務めます。ここでオンサイドいった。しかしこのオンサイドキックは大手門学院確保する形にしまして、大手門学院自陣47ヤード間の攻撃に入ります。総督まず後半最初から仕掛けてまいりました。まずオンサイドキックしまして攻撃権得ようとしましたが、これはしかし大手門許さず、大手門が攻撃権を得ます。大手門学院、失礼しました、確保位置変わりましたが、大手門学院高等学校自陣43ヤードからのファーストダウン点。最初の攻撃開始です。大手門学院高校自陣43ヤード付近からファーストダウン点。さあまずランプレーから入りました。何が21番ハンドフから右オフタックル付近を突破、タックルを回しながら自陣
約9ヤードのゲインを獲得するに至っております。見事なランを見せましたのは大手門学院21番の、中村でした。2年生です。大手門学院セカンドダウンの残り1ヤード、ボールオンは相手陣48ヤードとなっています。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番、右に展開していたワイドレシーバー15番にパス、これを15番伸びがあるようにタッチしまして攻撃権更新です。大手門学院以降好ファースター。ここでクォーターバックを大手門学院変えてまいりました。クォーターバックは大手門学院高校4番の有田に代わっております。そのパスを取りました15番の坂田でした。共に2回生のプレイヤーです。さあ大手門学院ファーストダウン10、ボールオンは相手陣43ヤード。今度はクォーターバックが足で見せました。大手門学院高校ファースト。クォーターバック4番ハンドオフをフェイクしまして右アウトに展開。相手ディフェンスを見事なカットバック切りまして振り切り、そのままサイドライン駆け上がりまして攻撃権更新となっております。大手門学院高校ファースト。鮮やかな見学見せましたがクォーターバック4番の有田でした。2回生です。失礼しました、2年生のプレイヤーです。大手門学院高校ファーストダウン10、キュービーサーク、キュービーサーク。ここでパスプレーに行こうとした大手門でしたが、そこのクォーターバック下がりましたところ、総督高校50番殺到しましてキュービーサーク、約10ヤード近いロスを奪いまして大きなロスを奪っております。見事キュービーサック決めましたが、総督高校50番の渡辺3回生です。失礼しました、3年生、素晴らしいプレーを見せました。さあ大手門学院セカンドダウン20の状況、大手門学院高校セカンドダウン。さあ今度はランニング枠にトスし左オープンをつきます。ランニング枠6番でしょうか、そのトスを受けまして左オープンを展開し、約10ヤード近いゲインを奪う形に成功しております。失礼しました、キャリアは8番の月岡でした。新入生のプレイヤーでした。大手門学院サーダウン10、インターセプト、ターンオーバー。ここでパスで突破を図りました大手門。しかしその4番のパスを取りましたのは総督高校7番、インターセプトにより攻撃を奪取しまして総督高校に攻撃権を変えます。ターンオーバー、見事インターセプト決めた7番の平本1年生です。失礼しました、1年生の平木がインターセプト決めました。さあこの1年生の踏ん張りによりまして攻撃を得た総督高校自陣12ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストダウン10、さあまず QB が行きました。クォーターバック21番スナップを受けてすかさず中央へのランプレー、果敢に中央突破を図らんとしましたが、しかしこれは大手門学院が抑えましてノーゲインとしています。セカンドダウンに変わります。しかしここは大手門学院高校ディフェンスライン56番重山義方がタックル、外高校セカンドダウン10、外高校セカンドダウン10。ファースト、
ここで中央ダンプレー成田区19番反応受け、そして味方ブロック宮田に行きまして一気に独走、相手ディフェンスを振り切るという素晴らしいスピードを見せまして大きく前進、総督高校ファースト。ウォータータイムアウト、数分補給のためのタイムアウト。見事なランを披露しましたのは総督高校18番19番つけております伊達でした。3年生です。レフリーによりますウォータータイムアウトが取られます。ここでウォーターブレイクが入ります。先ほどのプレーは総督高校ランニングバック19番伊達ケットのランプレー、23ヤードをゲインしファーストダウンを更新しています。総督も素晴らしいプレーを後半披露し始めております。ハーフタイムで見出した何らかの打策が実ったかのような鮮やかな攻撃が展開されています。さあ総督タッチダウンを狙うことができるでしょうか。前進しましてファーストダウンからの攻撃でこのウォーターブレイク解けます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開です。総督高校自陣35ヤードか34ヤードからのファーストダウンテン。ユキタイムアウト終了、総督高校ファーストダウンテン。さあこれが出ます。今度は右サイドつきまして、このランにより約5ヤードのゲインとなっています。オフェンスライン陣もここに来て素晴らしいブロックを披露しております。キャリアは19番の伊達です。外高校セカンドダウン5、ボールオン自陣39ヤード。さあここでクォーターバックのランを投入しました。一旦は中に来てコマンというところ、しかしディフェンス陣その走路を塞ぎましてサードダウンに変えます。クォーターバック21番内藤トライのランプレー。このクォーターバックのランプレーに関しては大手門も警戒を強めている模様です。外高校サードダウン5、外高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り4ヤードから5ヤードほど。さあ強いた、さあ密集点突破、なんだか攻撃転倒しファーストダウン。ここで総督好調なランを展開しております。19番に託しました。ハンドオフは19番、タックル受けながら密集点飛び込みまして見事攻撃権更新になっております。総督高校ファースト、見事攻撃権更新しました。19番の伊達です。3年生素晴らしいプレーを披露しています。さあこれによりまして自陣45ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストアンテン。さあオプションプレーによって状況打開を図ったランニングバック19番にピッチし左奥につきましたが、しかし大手門これを優殺、ゲインは1ヤードにとどめております。ゲインは1ヤード、タックルしたのは大手門学院高校ラインバッター21番中村慎太郎でした。タックルしましたのは大手門学院21番の中村です。2年生、セカンドダウンナイン、外高校セカンドダウンナイン。ややプレーになりましたがクォーターバックキープを展開しました。
ボールを拾い上げ右オープンを展開しまして約4ヤードから5ヤードのゲインと変えています。ゲインは2ヤード。ここで第3クォーター終了となります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして大手門学院高等学校34点総督高等学校0点で現在、その差、5タッチダウンとしまして攻守歩行を借り最終クォーター第4クォーターに移ります。しかしこの第3クォーターに入りましてから総督が素晴らしい攻撃を展開し陣地をハーフウェイ付近まで押し返す形に成功しております。さあ突破口を見出さんという形で徐々に攻撃にエンジンかかってまいりました総統高校。このシリーズを得点に結びつけることができるでしょうか。返す刀大手門学院はこの攻撃を防ぎましてさらに得点を重ねる攻撃を展開することができるでしょうか。まもなくその向き変えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。これより第4クォーターに入ります。総督高校サダウン4。敵陣49ヤードからサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り4ヤード。さあ中央行った。ランニングバック19番でランプレー。さあ攻撃権と攻撃権更新になったか。わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。さあこの1ヤードをどのように選択するでしょう。最後の1回の攻撃フォースダウンに入る総統高校フォーメーション組みます。フォースダウンギャンブル。この1ヤードをワンプレーにかけます。中央いった。判定どうか。総督高校攻撃権更新ファンスター。総督ここでランプレーによってこの距離突破になりました。19番ハンドオフから一気に密集点突入。オフェンスラインともどもなだめ込むように中央切り込みました。攻撃権更新です。総督高校ファンスター。見事攻撃権更新果たしました。総督高校ランニング枠19番の伊達。さあこれにより総督は相手陣44ヤードに入りました。この時間の総督ファーストアンテ。さあここでホイッスル入ります。チームタイムアウト。総督高校後半1回目です。ここで総督後半1回目のタイムアウトを取りました。総督高校後半1回目のタイムアウトの要求です。ここでさらなる攻撃展開しようとするところ、しかしどうやらコミュニケーションにミスがあった模様です。ここで制限時間内にプレーが始められないと判断し、ここでコーチがタイムアウトを入れました。このタイムアウトをどのように行使するかも非常に重要なポイントになります。
総督、流れを止めるそのミスを避け、ここでまずタイムアウトを行使しました。この判断が吉と出るでしょうか、京都出るでしょうか。さあ試合再開です。総督相手陣44ヤードからのファーストダウンテン。このランは止めた。何幕19番ハンドオフから右オープン展開図りましたが、ここに大手門学院10番などディフェンス選手殺到しまして、このランを阻止し、結果的には約2ヤードから3ヤードロスに変えております。見事な対応しましたが、大手門学院10番の鹿野でした。2年生のプレイヤーがまずここで一つ大きな仕事をしました。3ヤードのロスを待っています。総督高校セカンドダウン13。セカンドダウン、ここでトラブル発生。センターが後ろに投げるスナップ乱れまして、ボールがジャッグルする形になりました。それをなんとかランニングアップを抑えましたが、しかし結果的にそこで仕留められまして、さらに交代する形になっております。このセンターからの、ボールの受け渡しエクスチェンジ、このスナップないしはハンドオフ、これらのモーションが非常にアメリカンフットボール重要なスキルになっています。さあサーダンロングの状況になる総督、総督突破できるでしょうか。ボールオンは自陣49ヤード。ここでクォーターバックハンドオフフェイから左に展開しパスを投じんと構えた際、しかしボールをジャックルしました。なんとか抑えましてダンプレーで展開突破しようとしましたが、しかしこれを大手門許さず、フォースダウンロングにしまして、状況を、さらに後ろに下げる形に成功しています。所属高校攻撃中にボールをファンブル、それから抑えておりますが、所属高校フォースダウンロングパントフォーメーションを取ります。月岡タスクのタックルが早く大きくロスをしています。所属高校フォースダウン、このパントは左側に蹴り出す形にしまして、大手門学院自陣34ヤード付近からの攻守、攻守攻撃地確保し、ここでの攻守交代となります。ウォータータイムアウト、水分補給のためのタイムアウトです。ここでウォーターブレイク、ウォーターブレイクが入ります。さあ試合再開となります。大手門学院自陣35ヤードからのファーストダウンテン。さあまず右方向にランプレーを展開しました。何枠ハンドオフを受けました23番アイズタックルを弾き飛ばし、右方向に展開しまして約6ヤードのゲインとしています。まず最初のランプレー託されましたが、大手門学院23番の井船でした。1年生です。大手門学院セカンドダウン4。
さあ今度は中央へのランプレーを展開しました。キャリア41番未周点突破を図りましたが、ゲインは約3ヤードにとどまりサードに変わります。キャリア41番は山中です。こちらも1年生です。大手門学院サードの残り1ヤード、さあ密集点いきまして攻撃権更新になっております。大手門学院高校ファースター、この1ヤードをランニング31番託しまして31番見事攻撃権更新を果たしました。大手門学院高校ファースター31番坂田、素晴らしいランでまず攻撃をリセットしました。2年生のプレイヤーです。ハルトさんメッセージありがとうございます。リプレイされるのすごくいいですね、ありがとうございます。試験的に試しているのでなかなかうまくいかない部分はありますが、幾分か皆さんがご覧いただくのに、足しになるかと思います。個人的にはあまりリプレイというのは好ましくは思っていないのですが、しかしご視聴の際の足しになるということで非常に嬉しく思います。パス成功ファースター。さあここでプレー見られました。スナップ見られクォーターバック4番、それを後逸仕掛けましたが、これを見事にリカバーし右に流れてワイドレシーバー19番にパスを通しまして攻撃権更新。大手門学院高校ファースター、素晴らしいボディーブームで状況を切り抜けましたクォーターバック4番が有田2年生、それを生かしまして見事キャッチしましたのは西山19番1年生です。ファースダウン更新です。ラスト数名日のタイムアウト、ここで時計が進んでおりました。失礼いたしました。残り時間2分となりましたので、ここで2ミッツウォーニングに入ります。じゃあ配信電波状況かんばしくなく若干の駒打ちが発生している可能性はございますが、何卒ご了承ください。 Wi-Fi の通信環境はその現地の電波状況、それ以外のさまざまな環境が左右されるため、幾分かの改善が望まれることを期待しながらも、しかしこの状況でご覧いただければと思います。録画の方は行っておりますので、後日私の方のブログでこちらの方は、リカバリー1として、アーカイブを配信させていただこうと思います。さあ試合再開です。大手門学院高校ファーストアンペパス不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。審判団からフィールド上に黄色いウエスト投げ込まれますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。先ほどのプレーは反則無効という形になりました。正式なプレーという形で認められます。したがいましてパス不成功となりセカンドダウンで試合再開となります。お祭りはしてそのメッセージありがとうございます。先ほどの19番の素晴らしいパスに勝つするナイスキャッチ、19番の翔さんのメッセージありがとうございます。さあこれは総督踏ん張ります。
今度はランプエによって突破を図らんとキャリア21番に、31番にボールを託しましたが、ここに総督ディフェンス陣に殺到しまして、最終21番仕留めましてノーゲイン。サードに変わります。さらにそこに総督60番の土田が加わりました。見事な対応しております。土田3年生素晴らしいプレーを見せています。大手門学院高校サードダウン、大手門学院サードダウン。さあクォーターバック4番、ここでパスを投じんと下がり、しかしプレッシャーを感じカバーが厚しとしてスクランブル緊急発進のランプへ通しました。右奥に展開し攻撃権更新図らんというところ、しかしこれを総督しとめまして、フォースダウンに変わります。さあ残り1ヤードの状況のフォースダウン1プレーをします。フォースダウンギャンブル、これを総督止めた。ここで大手門はクォーターバックのランによって状況を突破を図らんとしましたが、それを総督ディフェンスに殺到しまして阻止し、4回目で攻撃失敗という形に変えました。したがいまして、ここで攻守交代、攻撃権変わりましてテイクオーバー、総督高校に攻撃権変わります。ここで総督取得、一つ大きな意地を見せる形になりました。残り時間57秒で総督攻撃権を終えます。さあ攻撃でこれを生かすことができるか、総督自陣33ヤードからのファーストアウト。さあ中央のランを展開しようとしましたが、ここに大手門立ちはだかります。ゲインなくセカンドダウンに変わります。ダンプレーでその時計回り続けているが、さあプレーが展開できるか、総督高校セカンドダウン点に状況を変わります。総督高校セカンドダウン。さあランプレーを仕掛けた。サードに変わります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、大手門学院高校ランバージャックス34点、総督高校ファイティングダックス0点、大手門学院高校が勝利しまして2回戦進出となっております。しかし双方素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。ご覧いただきましたように、ただいまの試合は34対0で大手門学院高校が勝利いたしました。双方その戦いを称える交換をしまして、これより双方互いの首脳陣に対する、御礼のメッセージに伺い、お礼の挨拶に向かいます。総督高校今回12名という非常に厳しい状況ながら見事に試合を完遂しました。この映画デビュー戦の1年生も素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。そしてそれに対して見事に堂々の戦いぶりを演じまして、この試合を
勝利といたしました大手文学院高校、素晴らしい戦いでした。堂々の2回戦進出おめでとうございます。次節のさらなる健闘を期待したいと思います。ナイスファイトでした。勝利しました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子どもたちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの会に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれで劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に飛ばすとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、まずこの配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は関西高校アメリカンフットボール協会の許可をいただき、そしてそれを、つないでいただいた月曜からアメフトバーニーの、協力がありまして配信実現となりました。関係者の方々、皆様ご協力ありがとうございました。その配信を本日この場実施させていただきました私、道楽エルチェでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。